ドラゴンズピッチャールーキードラフト1位野村良介の名前がコールされました。これは非常に楽しみですね。はい、加計さん、初めて見ますね。はい、ぜひぜひここは野村良介、20番というとB番をもらってます ね、 ですね。やはりドラフト1位です ね、 三菱ですか。そうです、静岡の清成高校から三菱日立パワーシステムズ横浜を経まして今年ドラフト1位。まあ、去年、その北条などもさらにはタイガースの横山なども出た 21U ワールドカップではストッパーとして、準優勝に貢献したと聞いています。149キロにあと変化球が結構いろんな種類を持っているということも聞いています。ドラフト1位ルーキーです。こうパッと見た時にバランスメイクがしてますね。ピッチャーらしい、はい、顔が小さくて非常にスラッとして、なんか本格派のですね、はい、187センチ85キロ187ありますよ、はい、藤浪は190あるんですか。190あります。194でしたね。そうですね、今の選手も大きいですね。ごめんなさい、藤浪98です。98あります。小さくさば読んであります。98あります。はい、2メートルですか。はい、さあさらに先ほどドラゴンズダイソーで溝脇が起用されましたがそのまま入りセカンドで、サードを守っていた谷がファーストに回って、どういうことですか。ちょっと違いますね。谷がファーストに回っています。で、橋爪がサードのポジションに回って、後ほどお伝えします。さあ野村のピッチング注目いただきましょう。先ほどスリーベースヒットを打った江越です。僕は江越にね、サードがあのベースコーチに当たるぐらいの強いファールを打ってもらいたいんですよ。三塁側のベースに当たるぐらいの、ベースコーチにね、はい、それぐらいの強いファールを打つぐらいのヘッドを返すイメージというのが早いですかね、はい、そういうイメージを持ってもらいたいんですよ、はい、それはなぜですか。バットのヘッドが出てこないからですね、はい、こうなんだったらこうちょっと返ってしまってのファールは返ってしまってぐらいのファールをちょっと打っても構わないという、はい、気持ちで打席に立ってもらいたいです、はい、よく待ちましたね。では先ほど の、 あの宇宙間方向へのスリーベースというのはまあ結果としてはいい結果が出ましたけど、あれも江越の持ち味の打球ですから、はい、あれはあれもでも素晴らしいんですが、そこプラスという、なかなかセンターからその左の方への打球っていうのが江越ないんでね、まっすぐ勝負投げますね。140キロ、変化球も結構いろいろ投げられそうですし、そうですね、このストレートがあれば、はい、僕ね、あの一番最初4月の、はい、頭に鳴尾浜で中日の3連戦で戦って、はい、そのピッチャー陣のその良さにびっくりしたんですよ、はい、で上の開幕が、はい、あの京セラで中日だったでしょ、はい、で谷繁監督に俺も今日今年は中日をすごく買い予想してごめんなってこう、はい、挨拶に行ってですね、ただあの2軍の投手陣の顔ぶれを見ると、1年間戦うと中日ってのは、はい、怖い存在になるねって谷繁監督に言ったら、はい、あ、やっぱそうでしょって言うわけですよ。うわ、このまっすぐに、結構そのファームにいる投手陣に、はい、多分上の監督首脳陣は手応えを感じてるんですよね。そうですか。これもバットが折られました。でもヒットでしたね。カー H ランプ。ただそういう中にこのドラフト1位の渡辺君ですか、野村ですね。あ、野村君ですか、野村君ね、はい、もういるわけでしょうね。そうですね、同じくルーキーの浜田というピッチャーが今1軍に上がりまして、まあ、ちょっと最初の登板では打ち込まれてしまったんですが
それに山内も防御率上位ですし、小熊もいい、若松も今1軍に上がっています。いやですから若手のね、いきなりピッチャーっているんですよ、はい、ですね。去年もね、それは僕は感じたんです、はい、あの伊藤純喜とか、あと今高校卒業2年目の鈴木とか、ね、評判のいいピッチャーたくさんいます。ですからその落合 GM も、はい、やっぱりそのピッチャーを中心とした、まあ、守る野球なんですね、はい。やっぱり投手王国って、こう代名詞がつくくらいピッチャー陣は豊富でした。コントロールも良さそうですね。そうですね、その自分から大きく崩れるようなタイプではなさそうですね、はい、ゲームを作っていけるタイプの先発ピッチャーになるんじゃないですか、はい。先ほど途中までお伝えしました選手交代なんですが、ダイソーの溝脇がセカンドに入り、谷がサードからファーストへ、そしてセカンドを守っていた橋爪がサードへ、ご覧のように変わっています。打ち上げてしまいました。ツーアウトランナー一塁です。あのピッチングフォームの特徴なんかはどうでしょうか。ちょっと岩佐のような、はい、あのというような部分があるので、これがもうちょっとこう登板数が増えてくると、はい、間合いが出てきてもっといいボール投げられるんじゃないですかね。今ちょっとやっぱ勢いで投げようというような感じが見えますよね、まあ、特にこう最後の1イニングですから、はい、力で抑えてしまいという気持ちもあるんでしょうけども、はい、このまま終わるわけにはいかないタイガース、横田です。あ、でも今もピクッとプレートアンパイア今岡さんの体が動きました。ランナーがスタート、どうだ、アウトになりました。中谷盗塁失敗で、これでゲーム終了。走りますかね、なんとも、なんとも、ちょっと後味が悪いと言いますか、5点差ですからね。そうですね、よっぽど 150% の確信が何かあったんでしょうか。古谷監督のこの表情、ちょっとサインのミスからしましたか ね、ちょっとご覧のようにベンチもえっというような表情にも見えます。ちょっとポカーンとしてますよね、はい。あ、残念ながらタイガース今日は7安打しながら完封負け。朝倉、高橋や秋文、そしてドラフト1位の野村、この3人の前に0点で抑えられてしまいました。